皆さんこんにちは。こんばんは。ミッキーです。ちょうどね、2年前、あんまりね、YouTube に慣れてない頃に、ウィタモンさん、親子に見てもらいたい映画、参戦ということでね、一回動画作ったんですけど、最近ね、また、炎上してるみたいで、ウィタモンのパパと、ね、ひろゆきさんが、バトルしてるとかね、最近のひろゆきさんも私あんまり苦手なんでですけどね。2年前からね、まあ、いろいろね、ユタボンの動画を見ること自体がね、なんかユタボン支持してるみたいな感じがするんでね、もう一切見なかったんですけどもね、最近ニュースとかでね、ごめんなさい、目にする機会があったんでね、で、いろいろね、2年前に比べるとね、情報がいろいろ増えたんでね、バージョンアップというかね、リマスターというかね、で、お届けしたいなと思います。私がね、いつかな、1980何年か忘れましたけど、高校なんていらない東大一直線っていうテレビドラマがあったんですね。主人公がね、坂上忍さんがね、若い時のドラマなんですけどね。要は、高校行くのにね、まあ中学の教師が内申書を立ててね、言うこと聞けって言うから、お父さんぶち切れて、もう高校なんか行かんでいい。その代わり、当時大検定って言ってたんですよね。高校卒業と同等の資格っていうやつね。どれって。まあ、中学卒業と同時に大検。まあ、つまり、高校生レベルの学力があるという証明を取った人がいるんですよね。ユタボンもね、自称高校生レベルの能力あるいうんやったら、取ればいいのにね。と思ったら、なんかお父さんあれなんですよね。これも私は2年前知らなかったんですけど、中卒で、かなりね、むちゃくちゃして、で、結局、大検取ったんでしょう。ほんならもう、ユタボン、さっき、そんな高校の学力から取ればいいのにね。あれって年齢制限あるんかな？よくわかんないですけどね。ドラマの場合はね、お父さんがすごい、大学の教授かなんか、やったんかな？東大にね、入学したっていう話なんですけどね。まあこういうふうにね、教育、ね、否定するんやったら、やっぱそれ相応のね、証明っていうか、ないと、いくら中学卒で、学歴なんかって言ってもね、誰も信じないですよね。東大卒のエリートがね、学歴なんか関係ないっすよって言ったら、まだそれはそれでね、意味があるんでしょうけどね。でね、このドラマはね、中学時代、その、大検を取るまでの部分とね、大検を取って東大に受かるまでの部分があるんですよ。大学自体はね、年齢のその規定があるから、結局、まあ、中学で大検 OK もらっても、3年間は受けれないんですよ。で、まあ、その間にね、まあ、東大の勉強を独学でやろうぜっていうドラマやったんですけどもね、ドラマの流れとしてはね。で、そこでね、描写されてたのがね、やっぱりね、家で一人コツコツ勉強するっていうのはね、やっぱりね、その、なんていうかね、一末のその寂しさっていうのがね、やっぱ表現されてたんですよね。学校でみんなでね、ワイワイ言いながらっていうのもね、学校の存在意義っていうかね、同世代の人間に比べて経験値っていう部分がね、やはり不足するわけですよ。家でじーっと引きこもって勉強してるのはね。まあその分ね、大学デビューで、まあ、弾けたらいいやんっていう話かもしれませんけどね。で、
もう一つね、このお父さんがね、縦にしてる不登校は、問題行動と判断してはいけないっていう、文部科学省のね、なんか、通達があるんですけども、まあ、2017年、何年前 ?4 年前の話なんですけどね。でも、この文章ね、このお父さん、都合のいいとこだけ切り抜いてますけどね、基本的に、学校に復活してもらうのにはどうしたらいいやろうかっていう話の流れで、そういう一文があるんで、学校に来なくても問題ないよっていうのではないんですよ。学校に戻ってきてほしいから、不登校に対して、お前は問題じゃっていうものの言い方しちゃダメだよねっていう話なんですよね。お父さんもね、やっぱり、まあ、いくらね、大検取っても、やはり根本的に日本語がちょっとね、不自由なのかもしれないですよね。やっぱりね、知識としての言葉とかね、知識としてその、の文章っていうのでなくて、チェ・ゲバラが言うてますけどね、人間はダイヤモンドやと。人間を磨くには人間しかないんだよっていうね。なんやかんや言うても、その人とのね、やっぱりコミュニケーションの中で、その知識が活用できるかっていうのがね、大事な話だし。ましてやですよ。革命家っていうね、フレーズを自分に貸してる人はね、やはり人の気持ちをね、やはり、つかまないといかんわけですよ。そんな人がね、宿題が嫌やから学校行けへんで、革命も起こされへんやろうし、むしろ、一般社会もね、どうするんでしょう。職人とかアーティストで生活するつもりなんでしょうか。その辺はね、難しいところではありますよね。要は、お父さんのやってることってね、離婚と一緒なんですよ。まあ、明確な虐待ですよね。ウタボンが、行けへん言うてるから、いい。いや、そうじゃないんですよ。日本語でね、義務っていうのはね、自由選択じゃないんですよ。行く必要があるんですよ。教育の義務です。義務。で、これをね、守らない人はね、ペナルティがあるわけですよ。日本語はそうなんですよね。まあお父さんがね、どんな困難を言うたところでね、そういう、まあ憲法で定められてるし、そういう法律なんです。ロリコンと一緒ですよ。いや、お互い好き同士やから問題ないって言っても、未成年と付き合ったら、それはもう犯罪なんです。それは子供はね、正確な判断ができないから保護されてるわけで、それは教育の面においても一緒なんですよ。子供はまだ分かってないでしょ。まあ嫌がってる子をね、その無理やり生かしたらいかん。でも、行く方向は必要ですよね。ネタで最近、ニュースでよく取り上げられてるのが、卒業証書をね、破った。動画でね、これ破るという行為の意味っていうのが、やはり中卒のお父さんでは理解ができなかったのかなっていうのはちょっと残念ですよね。どんだけね、炎上してるのに、関係ないとか、親子の問題とか、価値観の問題って言ってますけど、2年の間にね、なんかたくさんの方がね、ユタモンと、コラボしてる YouTuber さんいるんですけども、これ、コラボしてる YouTuber さんも同罪ですからね。あなたも虐待に加担してるわけですよ。炎上商法に乗っかってコラボしてるんですからね。
ということで、動画の方、締めさせていただきたいと思います。まあ、犯罪は犯罪なんでね。まあ、おとなしく、お名前になっていただいて。あと、ね、コラボするとかやったら、ユタモンのお姉さんがいるらしいですよね。お父さんの A 型に、反発して、一人大阪に残ってるっていうふうに、なんか、記事を読んだんですけども。ねえ。ロボットになるのは嫌で、多分大阪に残ったと思うんでね。もしね、YouTuber さんコラボするんやったら、お姉さんの方とね、コラボしてあげていただきたいなと思います。親に反抗してね、正しいことをするっていうのも、非常に勇気のいることではないかと思いますんでね。頑張っていただきたいと思います。では、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしかったら、評価と、登録の方ね、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。だからね、皆様、ちょっとあんまり、ちょっとね、触れられてない部分っていうのがね、あるんで、ただね、まあ、勉強とか、知識と、まあ、そういうコミュニティのね、協調性とか、もあるんですけどもね。ただね、人としてね、大事な根幹の部分としてね、要は、共通認識ですよね。人として社会の基礎的な部分っていうのをね、まあ、教えてる要素が強いんで、小学校の義務教育ぐらいは出とかないとまずいかなとは思うんですよね。で、あとね、自分の発言とか行動に対してね、覚悟を持ってするってことをね、親御さんちゃんと教えてるのかなというのがね、あるんですよね。いいね。まあ、私自身、ね、ユタボンさんの登録数より全然低いし、視聴者数も全然ないんでね、偉そうでも言えないんですけども、まあちょっとね、動画を見ててちょっと、非常にね、関係ないんですけど、心配になってしまったポイントですね。ユタボンさんと、お父さんとね、二人でぜひ見ていただきたい映画をね、三本紹介します。アルジャーノンに花束をっていう映画なんですけどもね。なんかね、テレビで放送するときにね、真心を君にって題で放送するときもあるみたいなんで、で、これはね、知的障害のある人がね、人工的に、なんていうか知性をね、つけていく話になってるんで、勉強って言いますけどね、勉強ってね、知識だけじゃなくてね、あなた自身のね、人柄とかそういう部分にもね、関係するんでね、よくちょっとお父さんと二人で見てね、本当に学校に行かなくていいのか、学校に行かない分ね、どっかで猛勉強しないといけないのかっていうのはね、ユタボンさん自身のね、小学生といえども、やっぱりね、ご本人自身の選択になりますんでね、よくね、考えて、勉強していただきたいなと思います。あとね、スパルタカスっていう、まあ、奴隷の身分でね、帝国に、奴隷の仲間をね、引き連れて、革命を起こすっていう映画なんでね、特にね、最後のね、意味をね、噛み締めてね、革命家という言葉をね、使っていただきたいなと思います。で、最後はね、スラムドッグミリオネアって、まあこれはね、割と最近の映画なんですけども、主人公はもう全然学校に行かなくて、勉強なんかとてもできる状態じゃなかったんですけどもね。世界中にはね、小学校はおろか、自分の国のね、文字も書けない人もいっぱいいるんでね。まあ学校なんかは別に行かなくても大丈夫だと思うんですけどもね。ただね、やはり、
その学校に行かない人が多い国の問題とかね、どういうところで苦労するかっていうのはね、こういう、スラムドッグミリオネアみたいな映画でね、描かれてるんでね、見ていただいたら、よくわかると思います。では、ね、私、お力になれませんけども、ユタボンさんの革命をね、成功することを祈って、今日は終わりたいと思います。